俺の看板 AWM、 はい、どうもスコレです。今回はですね、とある配布物がやばいというわけで、今回まとめていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、それがさっきね、今日出した動画、ガシャ回した動画で、ガシャの、公開用の通貨の方が届かないバグがありますよっていう話が、出たと思うんですが、あちらの方ですね、修正されて、補填作業の方を今しているそうなんですが、補填の方、バグってます。ちょっと画像出しますけれど、こんな感じで出てまして、これガシャの方ですね、70回回した人の補填なんですよ。70回回して、来た補填の枚数が15枚です。今回起きてるバグっていうのが、本来回した回数、そして補填を受けるべき回数よりも、だいぶ少なめに補填が来てしまうというバグが起きてます。あともう一つ。もう一つは、そもそも補填が来ないという不具合も起きてます。補填来ないことに関しましては、順次届く可能性もあるんで、現時点で不具合だというふうに言い切ることはできません。しかし、枚数が違うっていうのに関しては、さすがに言い逃れできないだろうっていう、どういう不具合なんだみたいなね。なんでそこ絞るんだっていう、不備ですしね。不具合に不具合を絡ませるなっていう風に思いますし、むちゃくちゃだろっていう。今回またひどいぞ。コラボレーションガチャビッグタイトルでまたバグを起こすとね、またバグをするのかとね、何回やるのかと、こんな感じになってますね。大丈夫なんか最近のこういうコード。もともとバグ多いしバグひどかったけどさ、この直近数ヶ月の間に起きたバグはちょっともねえっていう感じのバグ多いっすよね。最近自分通常していても、いやもういいや、やめようみたいなね。こんな何もできんのやったら今日はもういいやっていう風に思うことが出ましたよ。増えてきてますね。もともとそんななかったんですけれど、最近ね、ついになりましたよ。そういう気持ちに俺も。それはまずいだろ。ね、考え直した方がいいと思いますけど。一応そういう感じで、補填枚数少なく届いた方に関しましては、そういうことが今起きているっていう、自分だけじゃないってのを把握しとくといいかもしれないですね。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。確かに運営のエンジニアはレベルが低いよねと。エンジニアのレベルが低いかどうかってのは微妙ですね。はい。短期間でいろいろ作って出している以上は、レベル低くはないんじゃないですか。ちゃんと仕事はされていると思います。ただ例えば不備があったりとか、バグの方が多かったりとか、あとはプレイヤー目線に立つことができていないっていう、単純にこれでどうプレイしろと、みたいな。この構造やったらプレイしなくないとか、イベント足りんくないとか、そういう構造の部分で、損をしてることが多いと思うんですよね。まずバグとかに関しましては、結構荒野行動でありがちな挙動とかバグって、皆さんいくつか思いつくわけじゃないですか。こういうバグとかこういう不具合って、こういう形で物が実装されたら大抵こういう不具合が出るよねってのは、なんとなくプレイヤー目線で言うとすぐわかるわけじゃないですか。それって結構毎回メモれると思うんですよ。そういう一覧みたいなの作れると思うんですよ。大体こういうもの実装したら、この類の不具合っていうのが出るよねっていう、テンプレート化しているのがあって、それを毎回リストアップしておいて、実装前に一回テストプレイして、それで実際プレイでしてから、挙動ってのが出るのか出ないのかっていうのを、確かめるっていう、チェックポイントってのを自分で作ってですね、そういうミスをアウトプットしないようにするっていう、ここの確認ってのをしてないんだなっていう、しないといけないし、その確認の方法も、なんとなくプレイして確認するんじゃなくて、そういうあらかじめ自分がミスするであろう場所っていうのを、いくつかリストアップしておいて、それでそれをチェックポイントとして使っていくっていう、ね、チェックポイントシートみたいなのを作っといて、スプレッドシートかなんかに共有しといて、チェックしましたかみたいな。で、チェックした証拠の短編動画みたいなのを毎回スプレッドシートの横の部分の入れとくみたいなリンクとして、そういう感じですればチェックマークだけ入れてから実際はプレイしてませんっていうのを弾くこともできますし、そういうチェックポイントを作っておくことによって、よくあるバグってのは防げるんじゃないかなっていう、そういうバグを防げていったらどんどんまた細かいバグってのが出てくるんで、そこら辺もチェックポイント要素として加えていって、いずれはバグの起きづらい形でアウトプットができるようになるっていう、そういう風にもの作れると思うんで、チェックポイントのシートってのを作って、減らすそういう取り組み、そういう構造ってのも作った方がいいですよね。で、プレイヤーが夢中になれないような、そういうイベントとか少ないっていうのに関しては、結構他のゲームで人気のイベントとか、ね、人気のイベントの構造ってのがあると思うんで、そういうのを真似て持ってくるっていう。あとは、コア行動で実際多分指標とか出してると思うんですが、どのイベントがよりよくユーザーが多くプレイしたかっていう、多くイベントとして評判が良かったかっていうのをリストアップしておいて、基本的に自分のところの自社ゲームとか、他社ゲームの評判のいいイベントの構造ってのを勉強しながら、そのまま取り入れたりとか、その一部要素ってのを入れて、そういう構造を作っていくっていう。そうやってリストを作って、どちらもそうですけれど、リストを作ってミスが起きないようにするとか、リストを作ってうまく回るようにするっていうね。そういう確認作業ってのを、まずはした方がいいんじゃないかなっていう。そこをすれば、短時間で、ね、短期間で物を作って出すっていう能力はすごいあると思うし、それってどこの会社でもできることではないんで、そこは素晴らしいですからね。ですので、どうせやったら仕事をするんだったら、自分がより評価のできる形で、やっぱアウトプットできた方が、
仕事していても楽しいし、まあ自身のその収益にもつながる、自分のそのお給金にもつながってくるわけじゃないですか。そういうなんか工夫ってのが欲しいかなっていう。作る以外の部分で、まあそのいろんなね、評価されやすいような構造ってのを自分たちで作っといて、アウトプットするってことは毎回した方がいいんじゃないかなってのは思うんですけれど。まあそういう意味では無能ですし、低能ですし、まあ普通にその能力としては無能ではないと思いますよ。どっちかというとまあ無能が多いのは、まあ広報担当ですかね。ネットリスのゲーム、まあ声コードをどうやって売っていくかっていうのを考えていく、いろいろそのキャンペーンとかを考えているような部署っていうのがあると思うんですよ。対外向けのゲーム内じゃなくて、ゲーム外の、まあブラウザイベントとかも含めてですね。そっちの方が無能かな。どっちかっていうと。まあ例えば、その方法はうまくいかんだろうみたいな。方法を結構使っとったりするんですよ。誰かを落とすためにいろいろ工作を打つとか、あとはその対象の少ないイベントを打ってしまうとかね、魅力の薄いそのイベントをね、キャンペーンとか打ってしまうとか、まあ普通にその動画上の広告とかもそうですけれど、それは効果あると思ってるんですかみたいな。それやってうまくいった企業あるんですかみたいな。その方法でうまくいった今までのそのモデルがあるんだったら、まずそこから説明してもらっていいですかみたいな。うまくいかないさ、その辺なんか大学生でも考えつきそうなね、バカな方法ってのを多く取ってることが多くて、そんなことをしてる暇がないんだったらさ、まっとうにまずやってみたらどうですかっていうことばっかりなんですよね。それでうまくいったらね、楽なんですけれど、それでうまくいくんだったら、もっとその世の中には成功者で溢れてると思うんですけれど、実際そんな成功者が世の中多いわけじゃないでしょう。ということは、その方法ではうまくいかないんですよってことを知った方がいいんじゃないレベルの人が多いかなって思うんですよね。で、次こちらですね。結局 120% オフのやつはどうなるんですかねと。なんかありますね。ゴミ。まあ、正直その、なんもないよね、あれ。なんか4月の1日にさ、なんかするんかなと思って、そのプロモーションであらかじめそういうのを実装したんかなと思っていたんですけれど、なんもないと。だからまあ、エイプリルフールイベント自体もなんもしてないもんね。4月の1日ね。まあ、コラボレーションの告知をしたぐらいで、他は特に何もないと。楽しませる気はありません。このゲームの運営にプレイヤーを楽しますよみたいな気概はないです。ただのゴミアイテムでした。で、次ですね。カートの最終形態、ジャックアトラスのバイクモチーフだろうと。絶対わかんないもんね、小屋勢の多くは。遊戯王のね、5Dsのね、キングのバイクね。どっちかっていうとジュラシックパークのね、車の方が近いだろうとは言われてますね。まあ、まんまそっちの方がね、モチーフだろうって感じっぽいよねっていう。まあ、アイディアぐらいは持ってきてるんじゃないですか。まあ、なんかゲームの制作会社とかってさ、なんか無駄に意識高い人多そうやけん、洋画モチーフでとか、やれそうじゃないですか。そういう、好きそうでしょ。まあ、そんな感じなんじゃないですか。で、次ですね。アンドロイドが重いっていうコメントに対して、アンドロイド使ってるやつが悪い機種変えろみたいな言い放るけれど、そういう問題じゃないよなと。まあ、自分が持ってる端末で自慢したいんじゃないですか。iPad を買うだけの計画を立てた自分、それかその、親の金がいっぱいあるよっていうアピール、まあ、そこら辺どっちかがしたいから、まあ、その、自分の端末をいいやつ使ってて、いいやつ使えないやつは本当にアホだよね、みたいな。ね、小中学生今そんな感じの風潮らしいっすもんね。まあ、子供らしくて可愛いじゃないですか。まあ、それはそれでいいんじゃないですか。まあ、話の大筋とはだいぶ逸れたコメントではあるんですけれど、まあ、端末の話したらね、絶対そういうコメントってのは来るんで、まあ、いいんじゃないですかね。うん、可愛いと思いますよ。